何が出る？お、鍵のかけらを手に入れた。封印された神殿を開く鍵のパーツ。5つ集めると鍵が完成する。残りの4つのパーツも集めよう。なんだそういうことか普通にイベントストーリー進めるのに必要なものだったのか。ってことは残りのやつはもうこの辺に埋めてたって明らかに言ってたんだから、掘ったら出てくるでしょ。え、出てこないのか。残り4つを集める。うわぁ、ちょっとこれ長丁場なんじゃないか。あ、普通に埋まってんのかい。で、上に行ってみると、ああ、爆弾で割るところだね。ああ、でもここはあれだな、多分。爆弾で割るところだけど、爆弾を持ってあそこに行くことはちょっと、ほぼ不可能。あ、でも、矢倉があんな。矢倉ちょっと一回壊してみたらどうなるんだ。矢倉が倒れて、あー、あそこに穴がある。ってことはあん中にもしかしてもう一個は入ってんのかな。やばいね、俺全くダウジングやらないで探してるわ。これってさ、爆弾をさ、こうやったら上に上がっていって、あー予想通りまさかとは思ったけど。で、キューブボックスだ。いいね。よーし、4つ打ち上げたよ。でかいんじゃないこれは。で、こっちでやれることはもう終わりだね。で、次反対サイドに行こう。反対サイドにね、あと2つぐらいあるだろうから。こっちの祭壇みたいなところ、気になるな。ジャンプして向こう側にパラショールで行けるみたいな。ああ、それは関係ないか。ってことは、こっちのボコブリンの巣だよな。もう行くべきところは間違いなく。爆弾がある。矢倉はどこだ？あったね、矢倉。とりあえず矢倉を倒させてもらいましょうか。向こう側に行けるようになって、そっちに鍵があんのかな？あ、でもキューブあんな、ここに。いや、キューブめちゃくちゃあんな。見落としてないね、ちゃんと。素晴らしいよ。で、向こう側にはちょっと行けそうにないね。マグマがある以上は。他に爆弾使うところも多分ないから、こっちに渡りましょう。そしたら鍵があるのかな？めちゃくちゃ行き止まりだな。床が出てくるわけでもないし。え、どうやってこれ越えるんだ？あ、ここの崖、ぶら下がれるようになってんね。こうやって渡っていくんだ、奥に。こっちに飛び乗れる。なるほどね。それだけのことか。だからあそこの橋が出ない系のは別に関係ないと。ほうほうほう。で、あれか、あそこのツタに飛び移れ。なるほど。で、あっち側からぐるっと回り込んでいけってことだ。上に結構ね、隅々まで見るっていうのは得意だからね。で、こっちに入っていくと。このスイッチは？ああ、なるほど。スイッチを押すと橋がかかる仕組みなんだ。じゃあ、入り口のところの鍵はあの黒マントのあの人がやってくれたんだね。なるほど。で、掘れるところは掘ると。ここあれか。飛び上がってくるとこだね、上昇気流で。ここに出てくるんだ。で、こっちは、うわー、熱い！まずいな。ちょ、駆け抜けた方が良さそうだな、ここは。めちゃくちゃ熱いんだ。行ってみるか。えっ、なんだ、マジで熱い。マスターに報告。これより先も異常な高温感知、現在マスターの発動は抑えられません。またこの崖では大事故反応もゼロ。ええー、いや、シャレになってない。シャレになってませんよ。何？どこに出んのこれ？何ここ？よいしょ。なんだ？どういうところだここは？あっちにくっつき虫がいる。ちょっとあれだな。ちょっとうまくコントロールして。まずい。ルピーか。ルピーかこれ。ほうほうほう。一体どうなってんだここは。どこに繋がる？どこに連れてかれんの？
え、どここれ、全く覚えがないところに来てしまったような、そんな気がするんだけど。溶岩が出ている、ここを開ける、溶岩が消える、ほう、なるほどね。でこれを転がす、あそこに転がっていく、いやうまいことできてんね。あそこが開く、なるほど。で掘れるところがある。うわやっぱりやるんだ。じゃあ合ってたんだ、こっちはこっちで。であと1個なんだ。わかるかな俺、あと1個。あ、これあれだ、さっき行けなかったところだ俺が。あの爆弾が届かないって言ってた、割れる岩があったんだけど、そこのところだねこれ。やっぱりそうだ、岩あるわ。ちょっと割っとくか。じゃあそうだねそうだね、これでここに戻ってこれましたよと。いいねいいね。でここも掘れますよと。あ、鉱石がすげえすげえ出たね、鉱石が。で向こう岸にどうやって行くか。向こう岸に行くのは飛び降りた方がいいよね絶対、これ上から。えい、あちゃ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 、無理か。こっちで上がっていったら、そうだやっぱりここに帰ってくるんだね、今度こそだ。ちょっとこっち登ってみようか。何がある？ああ、ユーテルピーか。あー、でもあそこにボックスがあるね。キューブがある、キューブがあるから、キューブに飛び乗る。オッケー。まあでもキューブはこれでほぼ全回収できたんじゃないかな。ねえ、悪くないんじゃない。んで出た、出たら次はこっちに飛び乗る。オッケーオッケーオッケー。んでダウジング、なるほどね、しっかり反応がある。ってことはここにやっぱり乗ればいいんだ。んで、あー、なんか吹き出てんね。ここに行く、飛ぶ飛ぶ、いやー来たー、絶対これ。よーし、鍵のかけらが全部揃ったー。めちゃくちゃめんどくさかったー。待ってろよゼルダー、うおースーパーダッシュ。よし、現地妻ジャクリーヌの家にも泊まったことだし、ゼルダ探しの神殿に行くか。これをここに入れると、うおー、なるほどね。でゼルダをここに連れ去った後に鍵を隠したっていうことは、やっぱりゼルダは、うわー、熱いのか、すごい熱気なのか。うわー、まがまがしいな、今まで以上に。でも連れ去られたんだったら助けに行かないとな。うわー、そうだね、決意に満ちた表情。ゼルダを絶対に助ける、その意志が宿ってますよ。スカイロフトで他の女をナンパしてるとは思えないかっこいい表情だ。第一の神殿、熱そうなところだな、えらく。とりあえずルピー回収していくか。いやー、まあでもあれかな、炎でダメージを食らうみたいな、そういうことはなさそうかな、ぶつからない限りは。よし、いやー緊張すんな。でもなんかおしゃれだねステージが。よし、結構おしゃれなステージ。こっちは、なるほどね、この溶岩が出てる間にこうやって行きましょうってことか。でこれはなんだ、攻撃すんのか、これだってる。あー、シンプル、いいですね。なるほどね、ロープでくくられてるから切って先に進もうっていう、まあそういうシンプルなことね。
ッケーオッケーオッケー。あれ、この2個だけじゃないのか、まだまだあるよってこと。じゃああっち側に行くんだ。もう一箇所、あの上はどうやって行くんだろうな。おお、あ、なるほど、掘れるところがあるね。掘って上昇気流、やっぱり素晴らしい。ルピーかな。いいねいいねいいね。ルピーはね、前ボロ儲けしたからな、だいぶ溜まってるし、いい感じだ。でこっちにも切れるところがあるのかな。あれ、木魔族がいんな。木魔族がいるぞ。あー、コバル、こいつあれだ、さっき入り口で密会してたやつだね。クソ、魔物はワンサといるし、相方ともはぐれるし、全く来るんじゃなかったぜ。よう、あんたまた会ったな。こんなところまで仲間を探しに来たのか。そういえばここに入る前、金髪の変な格好したやつがさらわれていくのを見たな。けど助けるなんてとても無理だぜ。こん中魔物だらけだ。命が欲しかったらとっとと引き上げるこったな。いやー、ちょっと親切なんだね、そういうことは言ってくれるんだちゃんと。でもね、舐めてもらっちゃ困りますよ。こっちは騎士なんですよ。余裕で助けて度肝抜かしてやる。あ、これ怪しくない。いや、これだ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 。なるほどね、オッケー。これでオッケー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 。もうね、どこにも行くとこなかったから積んだかと思った。なんかいるな。マスターに報告、前方に新たな敵を発見。かなり身体能力が高い魔物と推測されます。ほう、敵を Z リで注目し、はい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 、オッケー。ファイちゃん情報ね。ちょっと待って、ファイ、注目たちの名称リザルフォス、はい、鉄でできた鉄鋼で武装した魔物です。身体能力が高く、動きを取られるのは困難。鉄鋼の方向を見極め、隙を突くことが必要です。なるほど、とりあえず隙を突き、いっていった。ちょっと待って、強っ。オッケー、とどめ。なるほど、おお、トカゲの尻尾。ステップバックして相手の攻撃に合わせてジャンプ切りしたら迎撃できそうだね、あいつは。いやー、ちょっとでもまずいな、かなり強いな。あれがうじゃうじゃ出てくるんだったらちょっとまずすぎるぞマジで。あ、でも回復スポットもあるね。オッケーオッケーオッケー。いやー、すげえ気持ち悪いやつだなこいつ。パチンコでなんかやんのか。お、爆弾どうなる、あれが爆発したら。ほう、崩れて、なんか弾が転がってきたけど、ほっ、なるほど、こうやっていくのか。とりあえずなんかあれだな、先に明らかに進めそうな方向よりもちょっとこっちの方行ってみるか。気になるよねこっち。まあそんなに難しい感じではやっぱりないっぽいね。これを今のうちにここに投げを入れとく。どう、よーし、オッケーオッケーオッケー。あ、宝箱でかい、絶対マップ。さあ何が出るかな、何かな何かな。おー、いらねー、マップじゃないのか。じゃあここはそれだけの場所ってこと。でもな、なんか行けそうなところ行ってみるか。あいつらとかこれで倒せないのかな。これで倒せるわけじゃないのか。これで踏み潰したりはできないんだ。あ、でもまあアイテムあるね。オッケーオッケーオッケー。これマップであってほしいな。ちょっと青い鳥の羽、小鳥の中でも青い鳥はすごく珍しい。その羽はとても価値が高い。ああ、まあそういう系のアイテムか、コレクション要素だ。なるほどな。あ、倒せるんだ、完全に乗ったらちゃんと倒せるんだねあいつ。じゃあちょっと皆殺しにするか。やっぱり倒せる、いいね。でちょっと一回こっち飛び乗ろうか。クソ、やっぱりない、さっき落としてきちまったのか。鉄どうした？あんたちょうどいいところに。俺だよ鉄だよ。まああったね、何回もここで会ったのも何かの縁ってやつだ。俺の爆弾袋を取ってきてくれねえか。
爆弾袋。お宝探してたらその岩の奥で守り壊してよ。慌てて逃げたらその時落としてしまったみたいで。あれは爆弾花を袋にしまって好きな時に使える便利アイテム、ないと不便なんだよな。きっと魔物が拾っちまったんだ。頼む、俺の爆弾袋を取り返してくれよ。いや、めっちゃいいな。取り返したらくれたりする？あ、そういえばあんた潜れないかその奥に行けないか、うん、それくらい言うなら爆弾花でドカンとやらぶっ壊せると思うぜ。まずは近くに爆弾花がないか探してみたらどうだ。ありがとう。まあここに爆弾花はあるね。あるけどボコブリンもいる。どうやって中に入るんだそもそも。あ、ここからか。わかりやすいな。で、あれか、この爆弾をまあ転がせってことね。簡単だ。で、この奥に爆弾袋を取りに行くと。まあ、爆弾袋があるっていうぐらいだから、こっちはメインのね進行方向ではないだろうからね。いやー、リザルフォス、いやー、しまった。リザルフォス倒すまで戻れません系か。いや、2匹もいいんじゃん。勘弁してほしいな。2匹か。いやー、ちょっとまずいんじゃん。でかいな。なんかこんなでかかったっけリザルフォスって。いってー、ちょっと待って。なるほどな。移動ができるって言ってもあれだ、気をつけて行動しないと。オッケー、思ったより攻撃入るぞ。よーし、いいよ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 、かわして決めた。よーし、気持ちよく言ったね。いや、ちょっと強すぎるわリザルホス。えっどういう原理。よしよし、爆弾袋、これはでかい。そうだね、鉄にお願いして借りてみる。それは確かにでかい。借りれたらでかいね。爆弾花がなくても進めるところが増やせるってことだもんね。鉄、頼む、貸してくれ。貸してくれるかな。こいつら打算的だからな、めちゃくちゃ。おう、すまねえ、オンに切るで。じゃあ早速返して。え、奥に進むのに貸してほしい。そういえばあんたは仲間探してるって言ってたな、こんなところまで来て。あれ、そういや俺の相方は心配してた。そうか、あいつ心配してたか。悪いことしちまったな。あんたも心配なんだろうな、生きてるか死んでるかもわからねえ仲間を。へえ、しょうがねえな、貸すなんて言わずにくれてやるよ、好きに使いな。鉄、打算的とか言ってごめん。めちゃくちゃいいやつだった。うん、頑張って探すね。ありがとう。これって、おっと、いけねえ、言い忘れてた。ほう、その袋今空っぽのはずだ。ひとまずこれやるよ。あ、爆弾5個、ありがとう。爆弾を使い切ったら袋に爆弾花をしまって補給するんだ。爆弾花を持ったら B でしまうことができる、覚えとけよ。なるほどね、10個までいられる。え、じゃあとりあえずちょっと埋めとこうか。持ったら B でしまう、こうか。あ、しまえた。え、すげえ、無限じゃん。爆弾がないと進めないところにもこれでいけるようになったんだ。んで、とりあえずこっちに飛び乗るか。よし、んでだ。うおー、スライム、オッケー。ここは何が出るかな。ハートか。いや、助かる、助かるな。ハートはリザルフォスとのバトルで結構消耗してるからな。ここは一体なんだ、なんか行くと帰れない系か。で、ここだね、ここに爆弾を使うと。めっちゃいい感じ天才的で、リザルフォスがいいんだな。死ぬんじゃないのあいつ、爆弾で。どう、死なないんだ。いやー、ダメなんだ。よし、とどめ、綺麗にいった。もう敵じゃないねリザルフォス、ちょっと掴んだわだいぶ。よし、リザルフォスの先には新しいところだな。なるほどな。んで、次だな。まあボコブリンは問題ないとして、ちょっとめんどくさいな、カエルがどうするか。まあでもカエルは無視するしかないんだから、とりあえずボコブリンルート行くか。
OK。 ボコブリンは倒した。でこっちだね、こっちに乗る。あー怖っ、ちょ怖い怖い怖い、やめて。溶岩が吹き出る。次、いやボコブリンめっちゃ出てきたな。オッケー、なんかすげえ祀られてるな宝箱。何が出る、めっちゃ重要アイテムな感じしない、どう。あーマップ、まあでもこれはでかい、マップは普通に嬉しいわ。そうだね、まだ取ってない宝箱が出てるのか。こっちには今行けそうにないんだけど、ここに罰印があるから、ちょっとこっち、ここなんかあるか見てみるか。こっちか。あ、亀裂入ってんね、あそこに。どう。あ、なるほど、こう何回も何回も繰り返しやれば。いやー、いいね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 、でかい。そんでだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い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 、ちょっとお前さ、お前さやんで、こっちに爆弾補給ポイントがある。オッケー、なるほどね、よーし。お、でも向こうにもう渡れなくないか、そうやっちゃうと。とりあえずいけるかわかんないけど、行ってみる価値はある。2箇所あんね、ここのロープ。これをまず1箇所ちぎる。そしたらここが開く。でね、裏側にも同じのがあんのよ。だから、裏側にこっちから回っていって、持つかな、ビートルが。いや、持つと信じてやるしかない。最小限の。持て!持ってくれ、持ったー、オッケー、開いた、開いたのはいい。でも向こう側にどうやって行くんだ。岩を向こう側に持っていく方法がちょっとまるでわからんな。ここになんか道があるみたいな風に書いてないってことは、ああ、なるほどね、ここ瓦礫入ってるわ。なるほどね、いやーこら気づかんな。なるほど、こうなってるんだ。はえ、なるほどな。はい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 、でこれでこっちからこうやって回り込んでこれますよと。なるほどね、いやこれはなかなか気づけんぞ。あつ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 、んで、なるほどね、でここはもう開けてるから扉先に進めちゃいますよと。なるほどなるほどなるほど、なるほどね。でこっち側からなんとか出ていければ、ここの宝箱に到達できるっていうことか。あ、一定時間でここ止めてくれるんだ。ならいいね。でここだ、さっきビートルでちょっとだけ偵察したねえ、ちょっと明らかにやべえところ。ミスったら真っ逆さまだよね。ジョイコン操作もお手の物だ、試されるぞ俺。まあでも結構簡単な簡単な気もするな。オッケー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 、来た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 、おお、ちょっとシャレなってない、シャレなってない、オッケーオッケーオッケー。ビビらしやがって。でこの先にカエルとリザルフォスがいるから、それを倒せばオッケーだね。じゃあカエルはもう倒したんだ爆弾で、じゃあリザルフォスだけだ。勝負だリザルフォス、チャンス、オッケー、炎を吐いてくれたら大チャンス。盾がちょっと傷んじゃったな、悔しい。でこれがルピー、もしかして、いやルピーか、
それは求めてなかったな。どうするんだこれ。待てよ、もしかしてこれスイッチになってない？やっぱり。言っといてや、そんな。こっちもや。じゃあ逆側にまたこれ回り込ましていかなか。あっつー、違うわ。ほらこの上がった先ちゃんとブリッジになってる。え、ってことはさ、もしかしてこれこっち押してたら最初っからこうやって、え、いやー違うのか、違うのか、違うのか。それは無理なんだ。よかった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 。こっち押してたら最初から下通れたんじゃないのかって思ったけどね、あそこの宝箱一回取った時にね。さすがにそんなシンプルなシステムではなかった。よーし、奥に行ける。嬉しい。よしよしよし、次のステップ、ダッシュで登るところだな。これはどう見てもなんかマガマガしさがあるか。でもギミックみたいなのはなさそうな気もするから登るか。しょうがねえ、まあ、これは普通に避ければいいでしょ、こうやって。で休憩ポイントがちゃんとある。なるほどね、休憩ポイントがちゃんとあるっていうのはいいね。で岩を補充されるのか、あれ。そういうわけではないのか。オッケーオッケー、じゃあ一回やり過ごせば問題ないんだね。なるほどなるほど、だいたいここのギミックは分かったぜ。あ、なんかあっち行ける。あ、爆弾の補充ポイントか。まあ補充できるならしとこうか。お、上昇気流。何、ショートカットできるこれ、もしかして。いや、ショートカットではないのか。あ、なるほどね、あそこに休憩ポイントがあるから爆弾で先に壊しとけよってことだ。お、行ったんじゃないかこれ。よーし、これはでかい。角度が大事だったんだな。まあでもうまい、完全に馬を。いや面白えギミック。でこっち行ってここに乗ってやり過ごし、でそうなったら、あーん、体力の回復をちゃんと待って、うおー、これでいける、いけるでしょ。よーし、ふう、大変すぎた。ん？何？あ、またあれか。回転させて跳ね込む。謎のパズルだ。黄金の。